レがあることに気がついたわけですね。でヒレということで月面上で、まあ、そのヒレということで月面上で、まあ、その The most fundamental question in proving UFOs is not about UFOs but which one of us has the responsibility of proving them. In generalUFO deniers or skeptics seem to think that the whole responsibility of proof lies 100% on UFO affirmers. If there is even the slightest mistake or flaw, they will take it as an exaggeration and use that as an excuse to deny the existence of UFOs. On the other hand, those who prove UFOs are extremely careful and spend aLot of time and effort trying to prove it without making any mistakes. But that is not all. At the same time, we will continue to solidify circumstantial evidence every time and further to prove the existence of UFOs. For example, in this video, I, Hiroshi Hayashi, look into small UFOs flying aroundTwo motherships that I judged to be genuine. Are they the same UFOs or are they different UFOs? It is up to you to decide, but if they are the same, it must be very strong evidence to prove the existence of UFOs. UFO の証明で最大の謎は UFO についてのものではなく、その立証責任は誰にあるかという謎です。一般的に UFO 否定派の人たち、あるいは懐疑的な人たちは、その立証責任は 100% UFO 肯定派にあると考えているようです。ほんの少しでも間違いや欠陥があると、それをことさら大げさに捉えて、それを理由にUFO の存在を否定していきます。他方、UFO の証明する人たちは、一部のミスもあってはならないと、細心の注意を払い、時間と労力を消費して、その証明をしようとします。同時に、状況証拠を固めながら、UFO の証明を重ねていきます。例えば、この動画の中では、私が本物と判断した2機のマザーシップ、つまり母船の周辺を飛ぶ小型 UFO について調べてみました。その小型 UFO は同じものなのか、それとも違ったものなのか、それを判断するのはあなた自身ということになりますが、同じものであれば UFO の存在を証明する大変強力な証拠ということになるのではないでしょうか。Hiroshi Hayashi, MMS City, Japan, October the 12th, 2023. 今、皆さんに2つの場面で撮影されたマザーシップ、つまり母船をご覧いただいています。最初の赤い色の背景の母船は、2017年頃撮影者のマイ・ティーさん、ジャーマニーという方から私に送られてきたものです。で、続いて2018年頃ですね、日本上空で撮られた母船の動画ということになります。そしてこれら両方の母船と思われる物体の周辺をですね、小型の UFO が飛び回っているのが分かります。で、これら、まあ2つの場面で撮られました母船と、まあ、母船はもう形は違いますけれども、小型 UFO はですね、同じものなのか違うものなのかということなんですよね。もし同じものであるということが分かればですね、つまり時と場所を離れてですね、同じ小型 UFO が現れた、イコールこの母船はですね、2つの場面で撮られた母船は同じまあ系統に属する、つまり母船であるということになるわけです。はい、航空母艦かあるいは飛行艇のぐらいの違いはあるのかもしれませんけども、要するに
同じ、まあ、そのエリアに属する母船であるということになるわけです。まあ、このような形でですね、この動画の中ではですね、つまりその母船の周りを飛ぶ、つまりは小型 UFO を調べることによってですね、状況証拠固め的にですね、これらの母船の、まあ、ルーツといいますか、本物といいますか、真偽性といいますか、それを、まあ、調べてみようということなんですね。で、今調べているわけですけども、まあ、これがですね、今ご覧いただいているのは2018年頃ですね、日本上空で撮影されたと言われている、まあ、巨大な UFO ということになるわけです。場所は分かりませんけれどもね、この動画そのものはですね、飛行機のコックピットの副操縦士の方窓から撮られたものだと思っています。というのは客室特有の窓枠がないということ、そして一部ですけども、まあ、その四角い 縦のですね、窓枠がちらっと映る場面があったからです。で、最後に比較してみますけども、皆さん、あとは皆さんが判断なさるということになりますけども、この母船の周りにですね、小型の UFO がですね、何機か現れます。ざっと数えても5、6機飛び回ります。で、下の方はですね、ドイツの、まだドイツの方でないかもしれませんけども、マイティ・ジャーマニーさんという方から2017年頃に私のところに届いたものですが、当時はですね、私はね、まさかということで、まあ、本物とは思いませんでした。で、こうしてストックしておいたんですけどもね、もしここで小型 UFO がですね、同じものというふうに判断できるとしたらですね、まあ、つまりは両方とも同じか、両方とも本物か、両方とも偽物かということになっていくというふうに考えたわけです。つまり、まあ、このような形でですね、 UFO は存在するということを証明しようと考えたわけです。まあ、状況証拠を固めていくということになるわけですね。で、左上を見ていただきたいんですけども、拡大してみるとですね、まさに円盤形をしているわけです。で、太陽光線の方向などもですね、矛盾がないという点でですね、まあ、CG 合成ではここまではできないと私は考えています。あるいは大変高度な CG 合成を使って、技術を使って合成されたということになります。下の UFO もですね、右下のいわゆるマイティ・ジャーマニーさんが送ってくださったこの動画もですね、つまりは大変高度になっていますか、いわゆる太陽の光線の方向をですね、見てもですね、矛盾がないということですね。で、これら両方の、まあ、UFO、角度が違いますから、同じとも違うとも断言できませんけども、上は、まあ、左上はですね、まさに UFO らしい UFO ということになります。で、一方、この右下の UFO はですね、斜め上空からといいますか、縦方向といいますかね、上から見ている、姿ということになるわけですね。これをどう捉えるかですけども、円盤形と考えならば同じ。なおかつ母船の周りをですね、あたかも護衛するかのように飛んでいるという点においてもですね、まあ、納得できる部分があるということになるわけですけどもね、まあ、要するに、まあ、このような形でですね、私はですね、まあ、UFO 会議派否定派の人たちに向かってですね、一部の嘘もあっていけない、一部のミスもあってはいけないというような細心の注意を払いながらですね、まあ、今日もですね、さらにさらに検証を重ねているということになります。続く動画はですね、少し前に制作した動画ですけれども、大変興味深い動画ではないかと思います。The two UFOs introduced here are real and genuine.I hereby affirm that again before I explain it. However, I don't know when this video was taken or by whom and where. But in this video, that is not an important point. However, again, these two UFOs are real and genuine. In this video, I will prove this with evidence, butBefore that, please watch the following video. The video is about mysterious objects discovered on the moon. After the video, we'll return to this screen again. And then, I will prove that this video is real and genuine, and
these two UFOs are real and genuine. ここに紹介している2機の UFO は本物です。私はそれをこの動画の中で説明しますが、改めてそれを断言しますが、私はこの動画がいつ、誰によって、どこで撮影されたのか知りません。が、この動画の中ではそれは重要な問題ではありません。しかし、この2機の UFO は本物です。この動画の中では証拠を添えてそれを証明しますが、その前に次の動画をどうか皆さん見てください。その動画には月面上で発見された謎の物体が映っています。まさに謎の物体です。その動画の後にもう一度この画面に戻ります。そしてその時、この動画、そしてここに映っている UFO が本物であることを証明します。広島市、浜松市、ジャパン、October the 4th, 2023. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamatsuri, Japan. This video is a sort of additional video to video number 585. And if you watch number 585, you can understand the mystery of the moon the more in Japanese. 簡単に、月の謎の物体について復習してみます。この辺りに、奇妙なものがあるんですけども、これはいろんな YouTube でもすでに取り上げられておりまして、私が発見したものではありません。しかし、どういうふうにこの物体をですね、見るかはかなり見方が違うと思いますよ。違っています。で、これ一つの、UFO と見るか、あるいは二つの UFO と見るかなんですよね。で、私やっぱりこれもう一回精査してみましたけど、影が今は情報ですかねから来てますから、クレーターのね影の様子からわかるわけですけども、二つの機体というふうに、で影の部分をですね、いわゆるぼんやりしている部分ですね、それをいろいろ消しながら、そして立体というまた形を浮かび上がらせてみました。で、これがその図なんですけども、こうして影をですね、消して、こまめに消していきますと、一つの物体が浮かんでくるわけで、白い部分は、何らかの形で光ってるわけですね。ライトかもしれません。出ないかもしれません。ともかくもこういうふうに、こういう物体が浮かび上がってきました。これを、何と見るかですけども、それは皆さんのご判断ですけども、こういった、まさに UFO らしきものが2機、こう、駐機してるっていう感じですね。それから今、Google Earth では、The only reason why human beings are fascinated with the thought of intelligence in outer space, such as ETs, is because human beings want to believe in God, who is supreme intelligence. Only God can tell us why we are here and what for we live on this planet Earth. UFOs themselves,Some are small, but some others are giant. No matter whether they are witnessed outside this atmosphere or inside of this atmosphere, are its evidence of God. なぜ私たち人間は ET という宇宙の知的生命体に魅了されるのか。つまりは人間は最高の知性体である神を信じたいからではないのか。神のみがなぜ私たちがここにいて何のために生きているのかを知っている。 UFO の存在は詰まるところその神の存在を示す
証拠ということになる。と言っても、あるものは小さく、またあるものは巨大です。そしてそれらの UFO は地球の大気圏内にあるとか、大気圏外にあるとか、そういうことは問題ではありません。広し林、浜松市ジャパン。ある YouTube 動画の中で、こんな UFO が紹介されていました。撮影された日時、場所は分かりませんが、それは問題ではありません。今ご覧いただいているのが、その UFO ということになりますが、巨大な UFO です。themselves, some are small, but some others are giant. No matter whether they are witnessed outside this atmosphere or inside of this atmosphere, are its evidence of God. なぜ私たち人間は ET という宇宙の知的生命体に魅了されるのか。つまりは人間は最高の知性体である神を信じたいからではないのか。神のみがなぜ私たちがここにいて何のために生きているのかを知っている。 UFO の存在は詰まるところその神の存在を示す証拠ということになる。と言ってもあるものは小さく、またあるものは巨大です。そしてそれらの UFO は地球の大気圏内にあるとか大気圏外にあるとか、そういうことは問題ではありません。広し林、浜松市ジャパン。ある YouTube 動画で結論ということになります。冒頭で紹介しましたこの場面をですね、もう一度じっくりとご覧ください。でこの2機の UFO はですね、本物か偽物かということになるわけですけども、この画面ではですね、下側、左下側のですね、黒い物体に注意してください。この黒い物体と全く同じ形のものがですね、月面上にあったということです。しかもですね、その黒い物体の形をですね、発見して皆さんに報告したのはこの私、林浩司です。誰も知らなかったということになりますが、その物体がですね、今こうして皆さんがですね、ご覧になっているということです。この事実を皆さんはどうお考えになるでしょうか。繰り返しますが、左下のですね、黒い物体については2013年ですね、今から10年前には誰も知らなかったということになります。つまりこの物体と同じ物体がですね、月面上にあるということをですね、私林浩司が発見するまで誰も知らなかったということになります。でこの物体はですね、2つ2機あるわけです。一般には全体として1機というふうに考えられているようですけども、影の部分を取り除いてですね、そして私は2機に分解しました。するとですね、下のような画像が浮かび上がってきます。この時私はですね、先にこの画像を作っていたわけですけども、先、皆さんにね、お見せしました UFO、巨大な UFO であるというその物体についてはですね、全く知りませんでした。が、しかしですね、こうして改めて比較してみるとですね、つまり左の上から2番目のこの黒い物体の後ろ側に位置するその物体とですね、右の下にある黒い物体が形が一致しているということです。でこの黒い物体の特にですね、後方部というか前方部といいますか、分かりませんけども、ヒレのようなものが今赤丸で囲んでいましたけども、ヒレのようなものがある点に注意してください。でこのヒレについてはですね、その2013年の12月、この前にもう1号作っているわけですけども、その時はこの左下のですね、上の左下のこの形についてはですね、全く知らないでこの絵を作成したということになります。それがですね、こうして一致しているということです。つまりですね、右下の物体はですね、月面上にあった物体と同じである。
同一物体であるということになるわけです。つまりこれがですね、右の下のですね、この動画がですね、本物であるという、まあ、物理的証拠ということになります。つまり右のですね、巨大 UFO を思わせるこの動画はですね、本物であったということになります。Super large UFOs are being witnessed by more and more people around the world now. Some are filmed by video cameras. These three UFOs introduced here are super large UFOs which are understood to be genuine by me. However, you can see that these three super large UFOs are all accompanied by smaller UFOs around them. And those small UFOs are super large UFOs which I, Hiroshi Hayashi, believe are motherships, but these small UFOs look as if they are flying, escorting the mothership. In this video, please pay attention to the small UFOs flying around the mothership.And at the same time, this indicates that is to say that there are currently many fake videos circulating, but by looking at whether small UFOs are flying around with a mothership, it may be possible to judge for us whether the video is real or not.Knowing whether or not a small UFO is accompanying the ship or mothership is one of the criteria for determining whether the mothership there is real or not. Am I wrong? 世界中で現在、超大型の UFO がより多くの人たちによって目撃されています。ビデオカメラによって撮影されたものもあります。ここに紹介する3機の UFO は私林博士が本物であると判断した、つまりその超大型の UFO ということになりますが、これら3機の超大型 UFO はどれも小型の UFO を連れ添っているのがわかります。そしてそれらの小型 UFO は超大型の UFO、 つまり私、林博士はマザーシップであると判断していますが、それら小型の UFO はあたかもマザーシップの周りを護衛して飛んでいるかのように見えます。この動画では母船とともにその周囲を飛び回る小型 UFO に注意してください。で、同時にこのことは次のことを意味します。つまり現在、多くのインチキ動画が出回っていますが、母船とともに小型 UFO が飛び回っているかどうかを見ることによって、その動画が本物かどうかを判断することができるのではないかということです。小型 UFO が同伴しているかどうかが、つまりはそこにある母船が本物であるかどうかを判断するための一つの基準になるということです。またそう判断する私は間違っているでしょうか。広瀬林市浜松市 Japan October the 4th 2023
最後にこうした事実をどうか皆さん自身の目で見て確認してください。左はですね、2016年頃北海で撮影された大型 UFO ですね、巨大 UFO です。でこれはですね、日本上空で2020年頃撮影された巨大 UFO、 つまり母船ということになります。当初私はですね、この北海に現れた母船らしき UFO もですね、そして日本上空で現れた右側の母船らしき UFO もですね、偽物と思っていました。ところが細部を比較してみるとですね、上下逆さまにして左右反転してですね、やや前方後方に絵の傾きが違うと思われますけども、太さはやや違うような感じがしますけども、他の部分はですね、全く同じだということです。互いに接点はありませんので、ここでですね、この両者は両方ともですよ、本物なのか、あるいは両方とも偽物なのかということになりますけども、偶然ではありえないという確率をですね、その上にオーバーラップするとですね、この両者は両方とも本物ということになるのではないでしょうかということなんですね。細かいところを皆さん自身の目で見て比較してみてください。ということはですね、2016年頃撮影された左の、まあ、巨大 UFO ですよね、母船もですね、右日本上空で撮られたこの UFO もですね、本物であるということになるということです。